時給5億だえ。この入れ墨を背中に掘ってくれってお前本気で言っているのか、ウタ。うん、本気だけど、普通に竜の爪みたいでかっこよくない？いや、まあなんて言うんだろう、この入れ墨世間で言えばうんこの入れ墨ぐらい恥というかさ。いや、この入れ墨は勝ち組の紋章よ。だってこの入れ墨は背中に掘るだけで学歴関係なく高収入なバイト見つけたんだもん。そこの壁に貼ってある求人のチラシ見て、求奴隷スタッフ大募集、アットホームな職場、初心者大歓迎、時給5億だえ。学歴関係なく時給5億稼げる職場とかやばない？俺なんかアットホームな職場らしいし最高でしょ。奴隷だろうがなんだろうがやったるわ。なんなら奴隷王に私はなる。この世からブラック企業がなくならない神髄を見たわ。手原より知りすぎたシャンクス。最後の島への航海を断念するって本当にいいのか？ああ、いいさ。行くんだったら俺はいつか自分の船で行くよ。ただ船長が最後の島へ出航する前に俺の大胆な仮説を聞いてほしいんだ。お前の大胆な仮説か。よし、面白そうだから聞いてやろう。まずは赤石、ロードポーネグリフなんだけど、このロードポーネグリフってさ、何をやっても傷つかないじゃん。これがなんで傷つかないのかは、クジャの矢が覇気をまとってるような感じで、誰かの覇王色の覇気でまとってるんじゃないかなと思うんだよね。ほら、白ひげと船長がぶつかった時に覇王色の覇気のエフェクトが赤だったじゃん。それと覇気をまとっていたら受け継がれる意志にもなるしね。で、この4つのロードポーネグリフにはそれぞれ地点が記されており、4つの地点を結んだ中心に最後の島が存在するって言われてるけど、丸尾くんみたいにズバリ言うと地底にあると思うんだよね。一回このゴムゴムの実を使って簡単に解説すると、このロードポーネグリフの4つの中心に最後の島があると、これ表面上の話をしたらそうなるんだけど、これ表面上の話をしてしまったら反対側にも4つの点の中心が存在して最後の島が2つになっちゃうわけよ。つまり4つのロードポーネグリフの地点を結んだ中心とは地底にあるんじゃないかなと思うんだよね。これ確信じゃない？まああくまでも仮説なんだけどね。でも本当に地底にワンピースが存在したらとんだ笑い話だよね。本当にそうだったら船長が公開処刑される時にこの世の全てをそこに置いてきたとか、分かる人にしか分からないレベルのヒント言ってあげてよ。あとみんなバギーのことバカにしてるけど、あいつはいずれとんでもない男になると思うよ。だってバラバラの実って覇権取れない？覚醒したらナノサイズまでバラバラになれるかもしれないんだよ。それと船長の指名手配書はゴールディロジャーからゴールドロジャーに変わると思う。もしもゴールディロジャーじゃなくてゴールドロジャーだったら、ゴールド金、シルバーズレイリー、シルバー銀、スコッパーギャマン、コッパー銅になるからね。どうせなら金銀銅に従うと思う。それから空白の100年と D の石と古代兵器についての仮説なんだけど。いや、もういい、赤だろ。お前はお花より知りすぎた。スティッチのお花みたいに言うな。お花は知らなすぎた。死ぬ前に五老星と世界のトップと話をさせろ。この考古学の聖地大原が長きにわたり研究を続け、夢半ばながら打ち立てた仮説を報告したい。いいだろう。だが実に残念な結果となった。考古学の権威大原のクローバー博士よ、これまでの世界文化への貢献人だったの。君ほどの男が道を踏み外すとはな。過去がどうであれ、それが人間の作った歴史ならば全て受け入れるべきじゃ。まずはロードポーネグリフィンドールについてじゃが。ロードポーネグリフィンドール、なんだそれ。ロードポーネグリフのことか。間違えた。あ、じゃあそれだ。そのロードポーネグリフを7つ集めると願いが叶う。いや、ロードポーネグリフ集めても願い叶うというわけでもないし、7つもないし4つよ。それドラゴンボールじゃない。そっか。でもまだあるぞ。お前らは B の意志を怖がっている。 B の意志、時にはダッシュし、時には進化を止め、時にはスマッシュ。そんな B の意志をお前らは怖がっているんだ。いや、それコントローラーの B ボタンだよね。俺ら怖がってんの D の意志なんだけど。そうなんだ。でもまだあるぞ、空白の3年について。空白の100年だ。空白の3年ってなんだよ。ハンターハンターの救済期間かよ。お前ら何年間も何研究してた。何も仮説当たってないんだけど。逆にこっちから聞くけどさ、古代兵器プルトンとかポセイドンとかウラヌスとか知っとる？何それ知らねえ。美味しい。何も知らねえじゃん。フリーステルダンジョンのフォークかよ。大原を舐めるな、五老星。我々はな、一つの国の存在に気づいた。ある巨大な王国の姿だ。ある巨大な王国の姿だと、それってまさか。ディズニーランド。消せ。大原は知らなすぎた。父を自称する巨乳カッコオス。ごめん、桃之助くん、僕の服の中に隠れるんだ。いや、でも、その。何を躊躇してるんだ。僕は、光月おでん、君の父親さ。だから遠慮はいらないよ。僕の胸に飛び込むんだ。ドスケベな故に、お波の谷間にダイバー好きでござるが、まず父を自称する女は怖いでござる。それに、カイドウの息子と伺った、どんな教育を受けてるのか知らぬが、そなたは毎日風呂に入らない奴と見受けた。拙者は、潔癖症な故に、赤まみれの谷間には挟まれたくないでござる。桃之助くん、僕の香りを嗅いでごらん。パタ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 。くんくんくん、めちゃくちゃいい匂いがするでござる。清潔感が漂ってるでござる。だろ、僕
は風呂に週一入るか入らないかだけど、僕の父は僕の胸を満面の笑みでウォロロロ言いながら毎日もみもみ洗ってくれるんだ。綺麗になるし別に気にしてはいないけど、なんで僕の胸だけ大切にされているのかよく理解ができなかった。でも桃之助君と巡り合い、胸だけ綺麗にしていたことが報われたよ。それだけは父に感謝しないとね。いや、大和殿、それ雷鳴100件くらいとつかないと割に合わない案件でござる。桃之助君、僕のことを大和殿なんて言わないでくれ。僕のことは父上かおでんと呼ぶんだ。いや、さすがにそれはどうしても無理でござる。なんでだ、僕は光月おでん、君の父親さ。それなら例えばの話、そなたの父親であるカイドウが急に今日から母親になったと申してきたら、そなたは迷わず受け入れられるか。いきなりカイドウが母親か。ヤマド、今日からお前の母親になったわ。これからはママと呼び、マンマママ。そりゃきついな。一瞬の夜のおかずになればよし。大根がもあちゃんちゃちゃんかちゃんちゃちゃん、ちくわに卵あちゃんちゃちゃんかちゃんちゃちゃん、じゃんがいも人参あちゃんちゃちゃんかちゃんちゃちゃん、たまねぎしらたきあちゃんちゃちゃんかちゃんちゃちゃん、ぶっと肉さやえんどあちゃんちゃちゃんかちゃんちゃちゃん、よいのよいで食ってそーろ、あらっしゃ、にえでなんぼのおでんにそーろ。あれ、気のせいかな、途中から肉じゃが作ろうとしなかった。肉じゃがにそーろの間違いじゃない。あ、じゃんがいも人参あちゃんちゃちゃんかちゃんちゃ、肉じゃがはええって、もう肉じゃがしつこいわ。カレーにそーろ。あ、今回はカレーか。じゃがいも人参ときたから肉じゃがかと思ったわ。あ、じゃんがいも人参あちゃんちゃちゃんかちゃんちゃちゃん、またじゃがいもと人参か。まあ、この流れだと肉じゃがかカレーの二択やけど、また引っ掛け問題で別の料理な気がするな。豚汁とかもじゃがいもと人参使う料理やし、豚汁にそーろ、おはぎにそーろ。いや、使うわけないやろ。じゃがいもと人参のおはぎとか見たことないわ。刺身につける醤油の代わりにおはぎ、ラーメンのトッピングにもおはぎ、もちろんカレーや肉じゃがにも隠し味にもおはぎ、どんな料理にもおはぎにそーろーだ。覚えたかボケ。相変わらずコンタクトおはぎでキモいな。てかお前ら公共の場やでふんどしで踊んな。本当はおでんのように僕たちも裸で踊りたかったが、運営からバッサーコールされる可能性があるんで、これでもふんどしで我慢してるんだ。その理性があるならふんどしもやめろよ。もうふんどし後ろからケツ丸見えや。見えてなんぼの、あ、お尻にそーろー。ブレン、お前の左腕は俺が預かる。俺たちを超えるのか。じゃあ俺の帽子をお前に預けて。お前の左腕は俺が預かる。エドワード・レリックも言っていたように等価交換だ。俺の両腕半分やるから、お前の両腕半分くれ。え、シャンクスの左腕をもらってないから等価交換として成立しないって。いやいや、お前が溺れてる時に左腕をプレゼントして命を救ってあげただろ。俺の左腕はもう近海の主のうんこになっているだろうが、お前はそのうんこになった左腕に救われたんだ。感謝しろよ。本当ならアルフォンスみたいに肉体すべて捧げてもらいたいぐらいなんだからな。ちゃんと肝に銘じておくんだ。お前は俺の左腕をうんこにしたんだ。うんこだぞうんこ。どんな悪魔の実の能力者だってうんこから人の手に戻すことはできない。でもなルフィ、この海にはオペオペの実という優れた悪魔の実があってな、その実を食った奴は改造自在人間となり、もしもその能力者に会えた時にお前の伸びる腕さえ持っていれば、俺の左腕として接合してもらい、ニカの能力が使えるかもしれない。ウチハではないカカシがシャリンガンを使えるようになる。だからお前の左腕は俺が預かる。わかったかルフィ。いや、長ったらしくてよくわかんねえけど、俺のことルフィってグーフィーみたいな発音しないで。いや、片腕取られてんのに突っ込むとこそこかよ。お前左腕取られてどうも思わなかったのか。いや、まあ取られたって思った。お前デビルハンターに向いてるよ。大きなゾウさん、小さなゾウさん。さあ、桃之助くん、僕の胸の中に隠れるんだ。それは願ったり叶ったりの話でござる。だが断るでござる。え、これ断る要素ある。いつもナミちゃんの谷間に満面の笑みでダイブしてたじゃん。なんで私の胸には飛び込まないの。まさかルフィの幼馴染だからって遠慮してる。いや、そういう遠慮などはしておらぬが、四皇の娘という爆音が恐ろしくならぬゆえ、では冷静になって踏みとどまっているでござる。ナミの胸に飛び込んでもサンゴロウやキエモンに妬まれるぐらいですおろ。だがこの状況ではそうはいかぬでござらぬか。これよがスナタの胸に飛び込んだ場合、スナタの父から娘の胸に顔を突っ込まないでもらえるかと覇気むき出しで怒られそうで怖いでござる。では一度とある四皇から死ぬほど怖いトラウマを植え付けられた上、なるべく四皇を敵に回したくない所存。そして一番気がかりなのが、何故ヤマトの真似真似して世を胸の中に隠れさせたいのでござるか。そなたの能力は眠らせ仮想空間へ閉じ込めると伺った。何を企んでおるのか知らぬが、世を谷間に挟み子守唄でもたい眠らせ世を仮想空間に閉じ込め支配しようとしてるのではないか。人魚姫の白星が古代兵器ポセイドンで海洋類を操れるように、世もとある巨大なゾウさんを操れるがゆえ、その巨大なゾウさんやトットムジカを使ってワンピースフィルムレッドエピソード2を企んでいるのではないか。これだから勘のいいガキは嫌いだよとは言ったものの、色の子館にいる小さなゾウさんがゴムゴムのピストルになっているがゆえ、やっぱりそなたの胸に隠れるでソロ。これだから感動いいガキは嫌いだよ。かけたい。
新しい船を買うお金をすべて溶かしてしまった。パチンコですべて溶かしてしまった。こんなことが永遠に続けば、どんなに気のいいあなたたちだっていつか重荷に思う。いつか私を裏切って捨てるに決まってる。それが怖いの。だからお金を貸しに来てほしくなんかなかった。いつか闇金に借りてどん底に落ちる人生なら、私は今ここでやめたい。ロビン、まだお前の口から聞いてね。かけたいと。いえ。かける。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私はかけたい。私にもう一度パチンコやらせて。10分を。また負けた。地味だ。誰かお金貸して倍にして返すから。やめましょうよ。もうパチンコやるのはやめましょうよ。お金がもったいない。最後のライフはとっくにゼロなのに、やめられるパチンコに横を書いて借金までしてまたパチ台に貯金箱するなんて、今から溶けていく諭吉はまるでバカじゃないですか。おう、倍にして返すか。じゃあこのお金をお前に預ける。必ず倍にして返しに来い。そこはよく言ったわ。買い替えだろう。このパチンカスを終わらせに来いよ。俺から金借りたからには命かけろよ。そいつは貯金箱に入れる金じゃねえって言ってんだ。俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが、唾を吐きかけられようが、大抵のことは笑って見過ごしやる。だがな、どんな理由があろうと金を返さない奴は許さない。10分を。笑ってるじゃないか。当たったのか。死にたい。負けたんかい。ロビン、お前も船降りろ。受け継がれる麦わら帽子。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子というか、聖地マリージュアでは巨大な麦わら帽子が冷凍保存されているらしいんだ。なんでだろうな。まだその理由がわからねえんだが、もしかするとこの麦わら帽子というアイテムは存在自体が世界を揺るがす可能性があるかもしれない。だっておかしいと思わねえか。麦わら帽子なんて簡単に手に入るアイテムなのに、世界中の海を回ったが、麦わら帽子を被ってる奴が極端に少なかった。というか麦わら帽子を俺の丘に被ってる奴を見たことがない。明らかにおかしい。つまりこの麦わら帽子というアイテムは、この世界において恐ろしく重要なキーアイテムなんだ。だから絶対なくすなよ。絶対だぞ。その麦わら帽子は国宝、命より大切な扱い、分かったか。俺はもう長くねえからお前に託すが、死んでもその帽子だけはなくすな。そしていつかその麦わら帽子の秘密を暴いてくれ。もしもお前が俺みたいに断念し、他の奴に麦わら帽子を受け継がせる時が来たら、同じように言ってくれ。なくしたら切腹と心よだな。分かったかルフィ。死んでもなくすなよ。その麦わら帽子は確かにおかしかった。俺はその麦わら帽子をかぶって何年も海賊をやっていたが、指名手配書が麦わらのシャンクスではなく赤髪のシャンクスだった。本当に何か隠したい秘密があるのは確かだ。でもお前は名前に D があり、何と言っても政府が隠したくてしょうがないゴムゴムの実を食っている。お前が海賊になって有名になったら、麦わらのルフィとゴムや D より麦わらを主張するかもな。まあ、とにかく頼んだぞルフィ。なんでだろう、こんなに軽い麦わら帽子が鉛のように重たい。おやしらずは実在する。うわ、汚ねえな。あまり上等な歯じゃねえだろ、これ。ぐらららららら。いや、開口ツアーからひどいな、おい。てか、なんで白ひげが歯医者やってる。白ひげが歯医者。親父が歯医者だと取り消せよ、今の言葉。いや、そっちの歯医者じゃねえや、ごけるか、白ひげ。俺ら歯きれいにするなら命かけるよ。そいつは私の道具じゃねえと言ってんだって、小さすぎる。シカドリル小さすぎ。シカドリルが小さいんじゃねえ。俺の手がでかすぎるだけだ、ほんだら。悪いし、鹿の資格もないけど鹿としてやってくわ。仕方なかったってやつさ。グラララララララ。誰かこいつを叱ってくれ。とりあえずまずは奥歯から見ていこうか。奥歯ちゃう、奥歯よ、ごけ。奥歯にアニサキスは実在する。アニサキスだと早く立ってくれ。バカなアニサキスをそれでも愛そう。アスだアスだアホかわ。虫歯も実在する。さてだ、アニサキス強すぎて虫歯なんてどうでもいいよ。早くアニサキス立ってくれ。親知らずも実在する。またどうでもいいよ。早くアジサキス立ってくれ。もうめんどくせえから口の中グラパンし、全部の歯がグラララララすると思うけど。ふざけんな、それだけはやめろ。人の口には入っちゃいけねえんだと、アニサキスのバカに教えてやるのが俺の責任だろうがよ。わかったか、ほんだら。俺に指図するなんざ100年はや。いや、次は取り方の話してたよ。フィッセットだけ使って取ってくれよ。アジサキスはグラハで取ろうとすんだ。そんな都合よくアニサキスは取れねえだろうよ、この歯医者だ。